電源が入らないビデオカメラのデータ復旧に成功した事例をご紹介します電源が入らないソニー H、HDR、CX535 ビデオカメラのデータ復旧依頼を埼玉県のお客様からいただきましたビデオカメラの電源が入らなくなりました 自宅が火災になった際に消火剤や水がかなりカメラにかかってしまったのが原因と思われます水濡れで故障し電源が入らないソニー HDR-CX535 ハンディカムのデータ取り出しに成功しましたソニー HDR-CX535 ビデオカメラが 火災の際の消火活動で濡れてしまい、電源が入らなくなっ,たなってしまった。そんな状態からデータ復元をすることができたという事例となります。データ復元のご依頼をいただくまでの経緯です。自宅が火災になりました。 消防車が来て消火活動を行ったのですが、その際に水や消火剤が自宅内のビデオカメラにかかってしまいました。かなり濡れてしまったのか、ビデオカメラの電源が入りません。とりあえず拭けるだけ拭いてみましたが、状態は変わらず電源が入らないままとなっています。 SD カードは使わずに本体内蔵メモリに撮影していました子供の小さい頃の動画など大事なデータが入っていますなんとかデータを取り出したいですネットで調べているうちにこちらのサイトにたどり着きました電源が入らないソニーハンディカムのデータ復旧に 成功しししたたた事例があったので問い合わせしてみましたすると今までに消火剤がかかって故障した状態からデータを復旧したという経験はないようなのですが海水に水没させたりこぼしてしまったジュースに使ってしまって故障したビデオカメラのデータ復旧は今まで何度も行っているようです。 海で水没させて故障した状態からデータ復旧を行っているため消火剤が原因であってもおそらく問題ないでしょうと回答がありました火災でビデオカメラが丸焦げになっているとなってしまうとどうなるかは分からないとのことですただ特に燃えたり焦げたりはしていないのでその意味でも データの復元ができる可能性が高いそうですビデオカメラのデータ復旧料金については本当に掲載しているままで行っていると説明がありましたそれなら大丈夫かとお願いすることにしましたビデオカメラに水がかかり故障して電源が入らなくなった このご相談をいただくことが多いです。海やプール、川などで撮影中に落下させてしまい、水没させるケースが多いです。足場が滑りやすいため、バランスを崩しやすいというのもその原因と考えられます。海では急に高い波が来ることもありますので、そこでビデオカメラに 海水がかかってししまうう。こともあるでしょう水辺で撮影しているときには水濡れや水没はどれだけ気をつけてもなかなか避けられないものです今回ご相談いただいたのはご自宅が火災になりその際の消火活動でソニー HDR-CX535 ビデオカメラが濡れて 故障した状況です消防車の消火剤がどれだけカメラの部品にダメージを与えるのか未知数ではありましたただ海水に含まれている塩などによったそういうダメージがあっても多くの場合問題なくデータの復元ができるということを考えると消火剤の影響があったとしてもデータ復旧できるデータ復旧に成功する可能性が高い と推測できます石鹸を主成分とした処方性の高い消化薬剤もあるようですので電子機器の部品へのダメージは石鹸プラスアルファ程度で済んでいる可能性も十分にありますまずは無料初期診断のため該当のビデオカメラを弊社まで U-PAC にてお送りいただきました ビデオカメラが到着次第、初期診断を開始します。消化剤のためかビデオカメラから石鹸のような香りがしていますそのため適宜洗浄しつつ診断を進めていきます結果として必要な動画データ4時間34分100%の取り出しに成功しましたまた テレビで見られる DVD に変換してお渡ししました。ソニーハンディカム HDR-CX535 が故障し、電源が入らなくても本体内蔵メモリからデータを復旧できます。電源が入らないだけでなく、液晶画面が映らない、タッチパネルが反応しない、エラーコード C コロン コロン01が画面の右上に点滅している画面が緑色の砂嵐のような表示になっているこういった状態であっても問題ありません水没させて故障したり落下させて故障したとしても大丈夫ですビデオカメラのデータのことでお困りでしたらご相談ください ソニー、HDR-CX535 ハンディカムが水に濡れてしまい壊れて電源が入らない状態からデータ復元に成功しましたビデオカメラ本体内蔵メモリに保存されていた動画を100%取り出すことができました消火活動で消火剤や水を浴びた状態だったのでどうなるか不安な部分もありましたが ご家族の大事な思い出の映像データを無事に全て復元することができて本当に良かったです。ソニー HDR-CX535 ビデオカメラのデータは復旧できます。法人様からも個人様からもご依頼いただいています。YouTuber の方からのご依頼も増えています。 ビデオカメラのデータ復旧でお困りでしたらまずはご相談くださいご相談は完全無料で受け付けしていますご相談いただいたからといってしつこいセールスが始まるわけではありませんどうぞご安心いただければと思いますご相談いただく際にはお電話でも メールでも、LINE でも大丈夫ですので、ご都合の良い方法をお選びいただければと思います。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。